テロボロゾの、到着だから、よろしくよろしく、はい、かく桐崎英治の家に突撃してみたー、よいしょー。桐崎英治、まあ、いるじゃないですか。なぜかわからないんですけど、引退をしなかった。嘘つき?嘘つきです。いつものやつか。そう。でもなんか仕事しながら YouTube やってるらしいよ、でも。けど、YouTube に戻ってきた。俺らの動画で言っとったやん。YouTube にはもう戻ってこないんですねって。うん、そしたらあいつは、感動的な別れ。そう。返してほしいよな。ああ。あの日俺めっちゃ泣いたんで。めっちゃ嫌やから。あ、そう。そっからずっと泣いた。そう、ずっと毎日。言ってやれ。言う。おい。ただ突撃するんじゃないんですよ、僕ら。まあ、引退をすると言って、まあ、仕事も続けて YouTube もやってるんですけど、YouTube はやめてない。僕らは文句あります。だから突撃します。つまりぶっ飛ばしてんだろう。ぶっ飛ばし、なぜ引退をしなかったか聞きたいと、僕たちは。僕ね、今、桐崎と二人でいたんですよ。普通に編集してて。二人来てもらって。で、僕コンビニ行くって言って外出てきました。はい。で、今オープニング撮ってます。あいつは何も知りません。公爵でも、ちょっと締めに行ってもらえたら。しゃ、ワンツー帰ってる。俺早速じゃあ突撃していきたいと思います。せのせいで次いきます。押します。着きました。何しに来た。何やお前、やめろ。なんかお前トイレの匂いする。これまず消臭力の匂いする。引退をすると言って引退しなかったやつだ。働いてますよ。働きながら YouTube やってるやつだ。最近親父がいろいろあったやつだ。コムドットの売名正式はハブられた。ハブられたそうだ。やめろ、言うなよ。ヤマト、石川県勢もな、誘ってやれや。なあ、ヤマト。ヤマト、まあ、仕事は頑張ってるのか。仕事は頑張ってるよ。両立して、ちゃんとゴブゴブで、ちゃんとあの均等な力で頑張ってる。あの日、お前が YouTube 見るとき、俺は号泣したんだよ。嘘つけや。なんでやるやつだ。どう目パンパンぞ、こしたの。扇風行場さんみたいな。バカだぞ、お前、なくなってるぞ。明日にでも仰天ニュースで、そうなの。桐崎英治、なぜ引退をしなかったのか。最後ドアを取ったじゃないですか。あんだけ僕ら悲しく就活に身を切ったのにもかかわらず、コムドットのヤマトとビデオ通話をしながら復活するぜとか言いながら、あれは何なんだ。流行りの人のさ、筋ないし。なるほど。衝撃衝撃って俺らと動画撮るぜ、ヤマト。みんなで撮るぜ、石川県。そういうこと。石川県に来て僕らと一緒に動画撮ると。エスポワールが100万人行ったら、何て旅行行くんやろな。あ、石川県に来る。コムポワール旅行。そうそうそう。じゃあついでにさ、320万人いるから、ここでみんなでパーティーや。そう、決定決定決定。で、8万人おるやん。足したら340万人ぐらい。いいいい。あれで、コムドットと一緒な登録者。ああ、そう、ちょうどちょうど。はい、力一緒な力。頑張ってきた力が全部俺らで合成されて一緒な力。よっしゃー。均等な、どっちもウィンウィンのコラボレーション。ヤマト、これ見といてくれや。ちゃんとDM にみんな名刺送ってね、ヤマトに。お願いします、ヤマト。お願いします。お願いします。ちょっと待って、この動画はお前には物申したいんだ。そうやって、このとこじゃないんだ。土日は YouTube やってるわけだ、今は。土日 YouTube 撮って、まあ、週2本投稿して、うん、まあ、それ以外の時はもう全部仕事やってるみたいな、うん、営業のね。で、俺あんま見てないね、お前の動画。はい。なんで復活したんだっけ。みんなに戻ってこいって言われたから。あ、そっか。一応会社に属しとっても、まあ、大体の会社ってさ、なんか副業しちゃダメやん、うん、で、俺がやってる会社は副業しOKなんで、やからできたっていう。そう、桐崎英治戻ってきてほしいねっていう。TikTok でめっちゃ回ってきた。そう。あ、それもありつつ戻ってきたやん。うん、そういうことや。なるほどね。感動してしもうて。なるほどね。見失うんだっけ、俺ら。そうやね。あんだけね、気持ちを込めて一緒にピザ食べて、お酒も交わし合っての別れをしたわけやんけ、YouTube から。あれだけして、裏切られた気分になったから。裏切りしようや、そんな。普段別にそんな、めっちゃ遊んでるわけじゃないやん。
そう、動画上のそのビジネス的なやつ。りょう、誰よ。全然そんなあの熱いナルトみたいなそのスリーマンセルみたいな感じでもない。だからね、桐崎英二は、うん、罪を償う必要があるんですよ。そう、最近メインフェーズ何しとった？エスポリークや。エスポリーク、うん、で、福来たるがコモドットコラボ、うん、つまり、フェルボローザ、桐崎ウィーク一週間桐崎英二と動画。あ、デジタルタトゥーを掘ってしまうね。うちの親父みたいに。うちの親父不倫しました。やだでもいろいろあったから俺らも取りづらかってんな。そう、その話題も振っていいんかわからんでって。そしてはちなみにあれマジか。ゴチゴチゴチ、ネタもなかったし、ちょうどあとスパちゃんも来たしいいかなみたいな。強っ、メンタル強っ。ありがとうございます。本当ネタ投稿してくれて。俺だって思ったもん、年明けてから。俺なんか動画上がっとるな。なるほど、お前が出てない動画があったあったあった。そう、何日か続いたんや。続いた。でお前の会社に突撃してみたとか。ああ、うん、そうやね、あれはもうリアルや。じゃあ俺も会社に突撃してみたことや。あれ会社本当な？あ、ガチある、うん、あれはガチらしいよ。あれはガチ。今桐崎社会人編なんですよ。アニメみたいにどんどん成長していけんの。そう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 、もう人生人生。え、でもこの前この方の家に行ったんですよ、桐崎英二の家。お、久々に行ったんですよ。そしたらこの方のお母様から、私もフィルボローザの動画出してやって言ってましたよ。社長と朝倉さんと亮のお母さんと妹。いい、大食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 い、ぜひ出たいらしい。あるし、で、不倫した桐崎がちょっとボコってる。え、でもさ、自分の親父不倫したらどう思う？やばいって。ビビるやろ。不倫とか許せんタイプやろ。普通はそうやろね。普通は普通そうに飛ばすよね。普通はそうやと。でもどうする？あの、お前のお母さんとお父さんが夜中キシキシキシって音がしまって隣の家から。どうもどうも何もなくない？まあ、そんなもんやろな。それ、そういう気持ちやろな。で、最後やったのは中学1年生ってそうだ。もうどうでもいいわ。何の話やねん。何の話やねん。何の話やねん。誰と誰も特進。これからもじゃあ僕らと動画撮ってくださいよ、ゆうやきさん。じゃあこの動画の前に一回ネット選手みたいに出とった。ああ、出とった。そうか、出た。じゃあ俺からのお願い、俺と一緒にツーリングを行きたいんですよ。それは桐崎&宇田先輩ツーリングウィークです。ウィーク。だからお前7日間全部バイク乗らんの。いい。一週間休みたい。自分らもじゃあ原付借りてちゃんと乗らんなんな。さあ4人で原付。あ、いいや。原付旅。どう、原付旅。ああ、いいや。おい、それはいいやろ。俺らはバイクやろ。俺らおっせんけ。おっせんがいい。あ、じゃあ分かった、ね、1個じゃあ分かった。あ、バイクよりもさ、4人で1万円パチンコ一緒に入れてやる。おっ、そんな1万円はどっから。いや、料理待ってるよ。いや、それは分かった。え、クマドレーブも一緒に行けんの。でもいや、それはいいわ。誰ギャンブル動画で一緒に行くの。1週間やね。いやー、1週間はない。1週間絶対だから、じゃあお前はだから金銭でいい。俺らがいきなり撮影でうれーって言うから。いやいやいや、まあでも僕もちょっと予定がありますから。ねえ、やばそんな。あります、あります。桐崎英二の家に突撃してみたということで戻ってきた理由がね。もうマジで知らんの。そうだから聞こうっていう、みんなのちゃんと声援があったから戻ってきたということで。そういうことでございます。本当やな、それは。それはマジや。あの、狼少年じゃないよ。だからちゃんと仕事も辞めずにやってるってことだよね。そう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 、決意した仕事も。そうそうそう。じゃあ YouTube も辞めんと。それ辞めないでしょうね。うん、来年また辞めとったら面白い。また次引退出したらね。で、次違う子戻ったみたいな YouTuber とかだとしてね。違う子戻っとってないということでね、今日は桐崎英二のモノモスという動画でした。でも突撃していいということで、そうやね、しましょうか。桐崎英二が僕らの動画に出るということで、お願いします。お願いします。お前からも、はい、言って。フェルボローザのチャンネル登録ぜひお願いします。すいません、プリーズサブスクライブ、プリーズクリック。誰やねん、お前。誰もわからんもん。はい、ということでじゃあ皆さんまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。はい、頑張ってね。君となんてれなんてれ。あれ、いつ帰る？帰るわ。響き渡るといいな。ただのエゴイズム。俺と行こうやから、まあ、ツーリングはまあ4月の中旬は行ってくれるやろ。まあそうやね。ほら、お、ほら、全然カメラマン欲しかったら俺言ってたからと。俺、ね、あ、まあ、多分その時俺もちょっと撮りたいと思うから。あ、ほら、お、いいや。おー、いいよいいよいいよ。ツーリングも行ってギャンブルもして。そう、なんか泳いでたかもしれない。あ、いいね。泳いもする。 あれやりたいらしいよ。オニオンリング。いや、いいわよ、それは。あ、じゃあしよ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 し。俺食いたくない。動画で食いたくない。僕はスポーツ動画、道具動画は今後一切 YouTube で撮りません。